森和夫4月1日から2011年7月14日は日本の実業家東洋水産創業者静岡県鴨茂郡田子村出身静岡県立豆洋中学校水産講習所卒業実家はもともと漁業を営んでいたが父の代で冷蔵製氷業に転じ1919年に田子製氷株式会社に 東洋水産に吸収合併されるを設立し、田子村で冷蔵庫を運営していた。和夫は、水産講習所卒業後水産会社に就職するが、間もなく徴兵され、旅順の陸軍予備士官学校を経て1939年の、野門藩事件に従軍。所属していた部隊がほとんど全滅に近い被害を受ける、中、かろうじて生き残り帰国する。 その後1944年に結婚するが、その1ヶ月後に再び徴兵され、終戦後、中国大陸で約半年間捕虜生活を送った後1946年に帰国した。帰国後、当初就職した水産会社が塩釜市に設立した子会社に配属され取締役にまで昇進するが、同社の経営が間もなく行き詰まり、 右整理の形で同社を廃業。その後1950年に水産公衆所時代の同級生とともに横須賀市内で売りに出ていた冷蔵庫を買い取ると同時に同市内に横須賀冷蔵庫株式会社を設立。さらに1953年には同社の東京支店を負債ごと買い取る形で横須賀水産株式会社を設立した。 英語東洋水産に横須賀水産から社名変更の社長として同社の経営拡大に邁進した。1980年には脳梗塞で倒れ、約2ヶ月の入院生活を余儀なくされるが、幸い大きな後遺症もなく復帰した。その後1995年に同社会長、1999年に同社相談役となった。 2011年7月14日、肺炎のため、東京都港区の病院で死去、95歳没。森和夫の波乱万丈の人生に興味を持った、経済小説家の高杉良が、本人を説得して、もゆるときと題する小説を書いた。また、生前の森は、一切の勲章を辞退し、財界活動も行わなかった。東洋水産の経営を知り添く際には、 退職金が高すぎるとして7分の1に減額させたという。abgg.com 森和夫氏虚産経賞マイナス2 0 1 1 7 2 2産経新聞2011年7月22日閲覧ありがとうございます。